確かに、あの初めての本とかお前どこ見て景色いいの、ね、帰らなきゃなどこが景色いいってあのライト見ながらあのライト見ながら景色いいなって切り取りすぎだろあそこだああいう橋ってどうやって思いつくんだろうな。あれこと？いや橋ってなんで思いついたんだろう。あ作って初めて作った人。ああ修業たちだ。だってあんなに間隔が空いてて真ん中が折れてないんだよ。構造の話でしょ。そう。でも俺あの構造で見ると折れそうに見えちゃうけどな。ね。えマジで折れそうだよね。折れそうな橋っすよねあれ ね。折れるんじゃん。でもあれ若干道が全部アーチになってるの分かります？一箇所一箇所が、うん、分かる分かる。あれが多分物理的にちょっと強いんだろう。あれまっすぐピンだったら多分ちょっと弱い、ね、そのアーチのね大事所ね。やっぱあれ思いやったことある。ポリーブリッジ。いやナイス。はその橋作るゲーム。おもろそう。橋作るゲームの釈迦さんから2回も聞いた。いやマジで面白いんだよ。めっちゃおもろいらしい。ポリーブリッジ、うん、1と2が。じゃあ後半に行くともうガチの数学になってきて本当に面白くなった。ちゃんと計算しなきゃいけない。勉強してたからな。あ、そうか。俺そうなんです。そっち方向。でも俺電気工事でガチで数学やってたけどもう無理だ。無理。あ、マジか。あ、じゃあちょっとそっち方向じゃないわ。要は自分で橋を作った後にスタートって押すと車がもう直進するのひたすら。あ、それめっちゃおもろそう。でその車が向こう岸に渡れたらとりあえず OK。渡れたらセーフ。そう、壊れても橋が壊れても車が渡れれば OK。 あーなるほど。あーすげー。意外とひらめきでなんとかなる。そう、ひらめきでマジでなんとかなる。俺とかはもう本当にもうバカだから、もうジャンプ台とか作るもう渡れたら OK ってなる。そう、もうとりあえずもうかもう一方通行のやつを作る。はいはいはい。ポリーブリッジね。人によって全く違う。やっぱ作る橋が。で、人が作った橋とかも見れるからゲーム内。うわ、それクリップ見るの楽しそうだな、人がやったやつ。いや、これね、一個ね、マジすっごいな、あんだよな。シャガさんが作ったやつ。これ、車を2台、上と下に1台ずつ送んなきゃいけない。詰めすぎても。おお、そう、でも開幕も壊れてんだけど車が渡る前に本当だ。もう一個行って、で次は下行かなきゃいけないな。どっちからどこからですか。いやでもそれが分かんなくて作ってたらバスが重すぎて橋全部壊れたけどこれ行ってこれクリア。それでもクリア。これクリア。あでもおもろいな。いろんなクリアの仕方があるんですね。そうある。奇跡すぎるでしょ。俺も橋の形見てこれどうやって下行くんだろうと思ったけど本当に寒いね。これ全然大丈夫。柴田さん俺もう腕まくりさずっと。俺はもう無理だ昨日のゾンビの光景が。日和だ。コットのゾンビめっちゃおもろいじゃん。うわっ、やりてぇ。コットのゾンビマジ面白い。見てたわよく EO2 の。昨日コットの案件を2時間やって、はいはい、その後剣とかで。いや僕分かるっす、分かるっす。剣と俺と、はい、だからもうメンバーも覚えてないぐらい眠かった誰だっけ俺誰とやったそんなことある誰とやったか忘れちゃったもんね。あ、俺誰とやったんだっけあ、そう、ノリさんとスミ、はいはいはい、一周、これ何時から始めたんだっけな、あれ21時半とか、はいはいはい、終わったの4時。え60ステージまで進んで。あ、そんな時間かかんだ。で、その後すごいんじゃないですか。でもその後配信切って寝るっつって。でも俺今寝たらこれ釣りどうすんだと思って。まあ確かにね。でもう一回パソコンデスクの前とりあえず座ったらなんか VC に剣一人だけいて入ったら配信のコメントでボド呼んでてでボドと俺と剣でもう一周
それ何時間ですか、もう一周。で、俺10時から予定あったの。朝？うん。9時50分までそのまんま。もう一周で、途中で俺だけ抜けた。あ、終わんなかったんだ、その一周。終わんなかった。そんな投げんだ、ゾンビって。ウェーブ製のゾンビバー出てきて。はいはいはい。で、クリアしたら、また次のウェーブ始まっていく。何ウェーブかで、なんかボスウェーブがあったりとか。そう。それ武器がね、ガチャなの。武器ガチャえぐいな。ゾンビを殺すとお金が貯まってって、はいはい、でゾンビが落としたらスクラップみたいなのが手に入るんだけど、そのスクラップの方はなんか道具作ったりするの。回復とか、そう、回復というかアーマーかな、アーマーとかそのグレとか、あ、武器も作れるんだ。そう、あのヘリ呼んだりするやつとか、その辺を作るのに使って、お金はエリアを広げるため、ゲートを開けるとか。最初はエリアめっちゃ狭いの。あ、なるほどね。なんかが使えるものがあったりとか、そのエリアがどんどん広がっていくわけだ。そう。で、そのエリアを広げていくと、そうそうそう、言ってたみたいに、その物が増えていく。はいはいはい。このエリアにはガチャがあって、お金払ったら武器がランダムで箱の中からぐる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 って。ガチャエグい。じゃーんっつって出てきて。じゃあ、クソ強い武器が出たら、もうめちゃくちゃクリア早くなるってことかな。あ、そう、もう序盤のもう男。それも弾無限なんですか？いや、弾は拾うか、弾も買う。弾も買うんだ。なんかね、あれ COD って言ったら迷彩解除ね。あ、そうそうそう、なんか言ってた、なんか迷彩解除とか。あれなんだろう、俺よくわかんなくて。それこそ話し合わせ、河川さんの一番最初に多分名前がこうバーって出たのって、多分あのコールオブデューティーのダイヤ迷彩の解除方法って動画上げてたんですよ、日本で。それでもめちゃくちゃ回ってが、俺は多分初めて河川さんの動画見た。へー。特殊なの？なんか解除方法があるんですよ、ダイヤ。うん。で、それをなんかやっぱみんな発売当初って分かんないんで、あ、どうやって撮ってんだって持ってる人がいて。なるほどね。その撮り方を動画にまとめてた。迷彩解除おもろいんだよな。つまじやすい。あ、だからか、なんかゾンビ迷彩がどうとか言ってたの。そうなんですかね。こういうあるんかな。多分ゾンビでしか取れない迷彩があるんじゃないかな。ああ、なるほどね。わかんないけど、なんか昨日単語で出てた気する。なんかゾンビ迷彩がうんちゃらかんちゃらって言ってた気するみたいな。こんなにペラペラ喋ってるけど、全部動画の知識なんですけど。めちゃくちゃ見てたんだよな。やってた？やってない。仕込みしながら見てた。ずっと仕事して。ああ、なるほどね。そう。ずっと動画見てた。コットの動画見ながら作った飯出してた。そうっす。そうっす。居酒屋で働きたいな。楽しくない？その瞬間瞬間だけで見たら。まあ、青春っぽいあの感じありますよね。ね、居酒屋バイトも。うん。ああ、みんなで。みんなで居酒屋やります。居酒屋バイトしてる時のあのなんか、俺ちょっと大学終わった後、大学生のなんかその暇な大学生の女の先輩ってめっちゃ異常に可愛く見えない。ちょっと待って、もう一回言って、もう一回言って。俺もお前大学入ってバイト始めるじゃん。大学入って、高校とか。はい、バイト始めて。先輩のなんか、その女性の人になんかすげえ可愛く見えない。あー、わからん。バイト先の先輩の。なんならちょっとフリーターのね。そう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 、フリーター。あ、マタさんの三脚と。あ、そうそう。フリーターっていうだけでなんかちょっと、なんていうんだろう。隙があるっていうか。隙がある？わかんない。わかんない。言いたいことはわかる。わかるよ。いい意味で。そう、いい意味で。もう俺ここでフライ、あのホールとフライヤーやってる。すごい、ホールとフライヤーなの。いい。俺割と何でもやったことあるよ。そうっすね。でもみんな結構やっぱ飲食経験してるもん。本当にバイトできなそうなやつ。本当にバイトできなそうなやつ。居酒屋バイト経験ないの。使い物になんなそうなやつ。吉生、吉生さんはやばいな。全部聞いてきそう。これあげていいのも。どう見てもこれ上げていいの？どう見ても下げていいだろ、そのビール瓶。お客さん、これ下げていいですか？全部来そう。やっぱ不安があるから、結構。これいいのかなっていうのを多分、全部聞かれる気がする。ボドとかはだって経験ないもん。全く。あ、まあ、アルバイトそう。あ、ボドもでも聞いてきそうじゃない？俺持ってっていい？なあ、お坊。これ何々していいん？何卓にこれまだ出てないんやけど、もうやってる？意外とちゃんとできそうだ。確かに。
最初だってみんなそんなもんだもん。いや、そうっすよ。まあ、ね、吉生、メニュー読めない説出てる。国宝、国宝和牛。国宝和牛のステーキ。国宝和牛。え、よしき本当に言ったんですよ。国宝和牛。モンハン読みなんだよ、基本的に。ああ、なるほど、ね。国宝だもん、ラオシャンロン。国竜みたいなね。いや、そうそうそう。みたいな、国宝いたな。牛乳を生乳って呼んだりするし。牛乳それもモンハン読みじゃないけど。牛乳を生乳生乳。どういうこと。いや、あいつの28禁シリーズ結構おもろいんだよ。巨岩、巨岩って、巨大な岩。巨大な岩ね。巨根って呼んでたし。なわけねえな。なエロには、エロで得た知識な。かもしんない。なるほど。ベストセラー1級が一番好きだな、これ。ベストセラー、ベストセラー級って書いてあるよ。ベストセラー1級って書いてある。あ、伸ばし棒ね。あと、薄いっていう感じわかる。薄ってあの白、ね、白の上が切れてるみたいな。あ、はいはい、薄ね。あれ見てパクイって言う。韓流になっちゃったけど、ね。パクイサチ。薄いサチっていうキャラクターの。バケツを持ったまま、うおぉ生乳入りバケツ。これ、貫きサランダいっぱいあるじゃん。俺は福永守、君の名前は？ん？俺はなんだ？パクイ・サチ。プランクトンが大量発生して海が赤くなったみたいな事例あるよ。ピアノを走って。お前、ヤクザか。なんか貧乏症すぎてさ、もうダンケルの武器いらなくね？巨根砕き、これいくわ。貧乏症すぎてさ、もうダンケルの武器いらなくね？こいつわざとだろ。巨根砕き、これいくわ。絶対に、絶対にならないだろ。いらなくね？巨根砕き、これいくわ。血が今何なのか全然わからない。何こいつ笑ってんだよ。国選国宝和牛とか食いまくったら辛そう、100万って。でも、夜さんが真っ先に。おしラーメンらしい。あなたが将来書くベストセラー1級の本のタイプ。普通に1店舗だけ居酒屋作る。普通にちゃんと居酒屋作る。ちゃんとね。それ楽しいね。週1で、7人でやってさ。あ、毎日。毎週。俺月曜日がいい。月曜日？俺月曜日。出勤が？なんで月曜日ですか？いや、忙しくないから。もう金曜とか土曜も最悪やん。でも、シャガさん無理っすよ。シャガさんが出た日絶対忙しくないですよ。そりゃそうだよ。まあね、確かに別にね、客席とか10席ぐらいでいいと思うんだよ。いや、そうっすよ。シフトで出てる人によって出てくる料理が違う可能性ある。あ、俺それ無理っつって。それできない。俺それ作れない。まだ覚えてないからさ。ダメな居酒屋だな。ディズニー行きたいね。男だけでディズニー来てる、ね、いや男だけディズニーはねちょっと行きたいね。そうっすよね。みんなで同じカチューシャつけて。カチューシャは嫌だな。ダメっすよ。ハッピーなメガネとか。そうっす。ハッピーメガネ。みんなでミッキーのカチューシャして。そうそうそう。ミッチー？ミッチーはミッチーどこ？ミッチーはちょっと。ミッチー NG。 でも男だけで行くんだったら C がいいよな。どっちでもいいんじゃないですか。え、でもディズニー酒飲めねえ。まあ、どっちも飲めんじゃないですか。あ、C は飲める。 C 飲める。ダメ。 C 歩きながら飲める。あ、マジっすか。ダメなの。ファストパスも並ぶね、今めっちゃ。今はランドも飲めるらしいっすよ。えっ。でも C の方が飲めるよ。あ、でもディズニーでベロンベロンになってみたいな。でもさ、ジェットコースターとかで吐いたらまずくね。やばいっす。全部一緒に行く。その場合乗り物は乗らないっすよ。ああ、そういうこと。ベロンベロンスペースマウンテンやる。誰が一番最初に吐くかはマウンテン。めちゃくちゃ迷惑。並んでる間に吐くんじゃない？めちゃくちゃ迷惑だな。俺でもあれが好きなんだよ。
イッツ・ア・スモール・ワールド。イッツ・ア・スモール・ワールド。あ、そうそうそう。ちょ、マジ？あれはマジ好き。いや、俺、シャカさん、俺、マジで中学の時1時間半並んでイッツ・ア・スモール・ワールド乗って、うん、マジで切れ出す。いや、でもあれね、今、子供の時に乗ったら面白いもんじゃないで。小舟に乗って進んでいくやつですよね。あ、そうそうそう。あれは、その、思春期の少年が乗って面白いもんじゃない。今乗ってるおもろいっすか？いや、俺は結構面白かった。その、世界のなんかいろんな、あれ、世界もあるからさ。世界もありますね。あ、そっか。え、それで言ったら、うん、ソアリンじゃないですか、今。ソアリン乗ってねえ。何ソアリン？ソアリンっていう。新しみのやつがある。あれ、それこそ、世界を、の空の旅をする乗り物なんですよ。世界を回ってきて、ボワーって回って空をなんか、みんなで旅する。あれはすごいっすよ。あれはすごい。あれ、ちょ、マジでびっくりしちゃった、俺。なら、なおさら。な、怖いの？怖くないっす。ああ全く怖くない。去年、USJ で、アリドリ乗れなかった。何かね、太ももが太すぎて乗れなかった。そういう乗れない？安全バーガーって、そう、乗れなかった。ああ、それで言ったら、キョウちゃんとかほぼ乗れないらしいで。そうなんだ。なんかね、隣に座ってるレイカさんが死にかけるらしい。ああ、なんか言ってたら、どういうこと？なんで？キョウちゃん基準のバーってさ、隣と一緒のバーだったりする。そう。なるほどね。キョウちゃんのところでストップするから、隙間がやばすぎて、落ちそうになっちゃう。落ちそうになるらしい。じゃあ確かジュアパーかなんかじゃないですか。なんだっけな、それ。なんか一個なんだけど。危ねえな。マジでおもろい、あれ。あ、そうだそうだ。隣にいるレイカさんをキョウちゃんが支えるから、楽しめないって。楽しめないって言ったらちょっとあれだけど、乗り物どころじゃなくなるらしい。はい。いくら食いて。いくら釣れねえか。いくら釣れねえか。どうですか、山手行きます、ね、腹が減って頭おかしくなったと思われてる。いや、坂さん、始まった頃からちょっとテンションおかしかったです。あ、最近おかしいんですよ。カセコンの打ち上げでもなんか最近坂さんおかしい。なんかあったんですか。いや、なんもないけどね。いつの間にか。で、その流れで伊勢丹事件が起きた。知ってる？伊勢丹事件？伊勢丹でゼロストの服買いに行った時に、はい、あそこのファミレスみたいな、伊勢丹の上にあるファミレスみたいな場所で飯食ってた、はい、6人で。一通り食い終わった後にあんみつ出てきた。で、俺がトイレから帰ってきた瞬間に店員が俺の前に置いた。あ、で、誰のって言ったら、いや、頼んでたじゃないですか。最初に。で、俺、あんみつとか俺人生で頼んだことないですよ。まず俺、なんだっけ、あんこ別に好きじゃないし、黒蜜とかも俺全然好きじゃないって。何その、神様みたいなのあげるよって。で、そのカセコンの後だったから、そんな人いる。母さん、最近おかしいっすよ、もう。最初に頼んでたじゃないですか、あんみつみたいな。いっちゃん最初に頼んでましたよ、ね。うん、の、なんか10分ぐらい言われて、俺マジで頼んだのかなと。そのなんか、俺がなんかこの、店員さんに注文取ってる時に、俺最後ちょっとこれ頼もうかなみたいなデザートの話してたの。あ、うん、だから流れで勘違いされて、あんみつ俺頼んじゃったんだと。だからもう俺、食いたくないけど、じゃあ俺が頼んだんだったらと思って食った。だけども腹いっぱいだったし、あんみつ嫌いだったし。はい。他の人に食ってよって言ったら、なんか偉いみんな協力的だったの。うん、そのあんみつを処理すること。うん、すげえ協力的で、で最後、なんかボドとかが珍しく、ガーって書き込んで食った。はい、一番最後の結構多い量。はい、で、うわ、優しいなーって思って帰って、で帰って山下とボドと同じ案件。案件中に、なんか実はカミングアウトがあるみたいなこと言われて。何言ってたら、あれ頼んだの俺らっすとか言われて。マジあれうざかった。なんでその場で言わねえんだよ。
や、それいたずらした側だから罪悪感で協力してくれたら。なんなんそれ。いや、わからん。ほら。でもね、さすがに使おう。いやー、でもやっぱり、暴露系のキャラ、やっとこうかな、俺。今日、暴露あるっすよ。あんの？なあ、ヘンディ。え？あ、あるわ、一個あるわ、ごめん。確かにあるわ、一個。暴露あるって。今日、暴露あるんすよ、実は、うん。あ、そうなんだ。はい。シャガさん。言って。あんみつ食ってたじゃないですか。あれ出たよ。あれ、釈迦さんの記憶喪失やった。いや、俺らが頼んだっすよ。おい、ふざけんなよ。おい、マジふざけんなよ。俺らが頼んだ、あの、蜜。マジうざい。それやのに、え、釈迦頼んだよ。え、何言ってんの。釈迦さんがおかしい、最近。あんまわかんない。いや、カセコの打ち上げの時は確かにずっとおかしなこと言ってた。多分ね、疲れでハイになってて変なことばっかり言ってた。だから多分、シャカさんかなり冷えてくるから。これね、晴れの日ね、どうしよう雨の話題が出ましたけど、今配信で雨が止んだのってワイワイさんがいなくなってワイワイさんがいなくなってからでは、いや本来だって今日なんて降るで雨の予定だったから。今日そう、もう今頃はもう結構雨降って着替えが必要なぐらいのね、雨の予報だったけど、一応持ってきた着替え全然晴れ。いや、ワイワイさんがさ、そもそも雨男うんぬんみたいなくだりだったからワイワイさんって言ってるけどさ、ファンかもしれない、タイミングは。どっちかっすよ、ファンタかワイワイさんだよ。どっちかっす、毎回いるもん。2人が来た時は晴れの予報も雨になったのに、俺たちだけになった途端、雨の予報が晴れになったから。でも、釈迦湾にいたのワイワイさんっすよ。あ、そう、ファンといなかったか。ワイワイさんっす。高めだったな。ワイワイさんだわ。結構ちゃんと雨降ってたよ、あの日の午前中は。午後やんだけど。午前中降ってたね。ワイワイさんがさ、この間、CR カップの、まあ、打ち上げあったじゃん。はいはいはい。で、おじじ先に帰ったんだ。うん、そうだ。もう、みんながこの後飲み食いしても大丈夫なぐらい払っといたって。言ってた、俺にも言ってた。そう言われて、出てた。で、そこから1時間ちょいぐらいして、ワイワイさん帰るんですよ。お疲れ様です。言ったら、いきなり俺10万渡されて。え？急に？いや、そう。これ足りん分これで払うといてみる。でも、おじじがもうこの後飲み食い自由に本当にできるぐらい払ったって言ってたんで大丈夫っすよ。まあ確かに言ったら、まあ俺の顔立てろやって言われて、でもそしたら俺マジで俺がこの金財布の中に入れるだけっすよ。確かにって言ったら、ええからっつって帰って、俺未だにその10万財布に入ってる。いつですか。この間の CR カップの打ち上げ。ああ、俺どうしようと思って。あ、本当にじゃあおじじはちゃんと足りる分払ってて。そう、俺はただ10万もらった人。しかも別に釈迦さんも使わねえじゃん。俺も別に言ってもらった。ただいつもより財布にお金入ってる人になっちゃってるでしょ。すごいかっこいいなと。10万すごいな。俺もこれになりたいって思いながら、でも俺は財布の中に入れた顔だから。もう無理。うわ、ジョローグも怖え。でかいもか。しかもジョローグもかあれ、妊娠してね。うわ、クモ怖え。妊娠しねえか、クモは。卵か。妊娠しねえか、それ卵。自分の配信見てて思うけど、こういう場所、まあ舗装されてるけど、こういう場所走ってたら、こういきなり、クマとかイノシシ出てくる動画の導入っぽいわ。カメラ映画この。うわっ！ってなって、こうなる。あ、なんか、マジック、マジックが。すごいすごいすごい。マジちゃんが。
木が浮いてる。種も仕掛けもありませんからね、これ。上にめちゃくちゃでけえくもんだ。うわぁ、やだ。めっちゃでかい。どれ？またジョローグもじゃん。あいつ繋がっちゃった。そうだ。もうマーキングされたよ。